日本への地上発射型トマホークの配備があるのか、注目が集まっていました。今回は、このアメリカ軍の地上発射型トマホークを詳しく見ていきますね。1600キロ射程の反撃能力は、早急に装備する体制は必要。日本もまた、急ピッチで配備を急いでます。アメリカ海兵隊では、2020年代を迎えて、海兵沿岸連隊、MLR、マリーン・リトラル・レジメントと、呼称する新たな部隊の編成を進めており、これまでの海兵連隊よりも、構成規模を下げつつ、小回りの利く部隊を志向している。海兵沿岸連隊は、所属する兵員の数そのものは小規模化しているものの、兵科の異なる歩兵、戦車、砲兵、工兵等の諸兵科の連合を実現した部隊であり、迅速な展開を行うために、その設置が進められたものといえる。これは、近年中国軍が推進しているとされ、アメリカ側では、接近阻止、領域拒否、A2、AD と呼称している、主として、海上における軍事的な戦略に対処する遠征前進基地作戦、EVOの構想の下で、実現を目指している。遠征前進基地作戦、EVOの構想は、総体としては、台湾周辺の地域で、中国軍の戦力が優位にある状況下で、その沿岸域において、アメリカ側の優位を確立し、そこに、対艦、対空兵器を分散して配置し対抗することが、主眼となっている。具体的には、この遠征前進基地作戦、EVOの実施では、日本の南西諸島のような島嶼部に対して、海兵沿岸連隊の各部隊を分散して展開させ、今や、数において、アメリカ軍を上回る、中国軍の艦艇への対抗を図るものといえよう。この遠征前進基地作戦、EVOの実施にあたり、アメリカ海兵隊では、これまでの総隊員数を絞り、MY エイブラムス戦車などを装備していた部隊をすべて廃止するなどの大幅な編成の改定が実施されている。戦車や航空機といった大型の装備を減らす一方で、アメリカ海兵隊は各種のミサイル類や無人航空機や輸送艦の増強を推進しており、主力部隊はこれまでの連隊のおよそ3400名から、雷隊と対艦ミサイル中隊で、最大2000名にまで削減されている。雷隊と対艦ミサイル中隊を中心戦力とする海兵沿岸連隊は敵の偵察や監視任務を担い、そこで得られた情報をもとにして装備する地対艦ミサイルによる敵艦艇への長距離攻撃を実施し、友軍航空戦力の支援もカバーする目算だ。すでに昨年2022には、ハワイに拠点を置く第3海兵連隊が第3沿岸海兵連隊へと改編されており、再来年の2025年には、沖縄に拠点を置く第12海兵連隊が、同様に改編を行う予定であり、台湾有事を睨んだ対応が予期されている。こうした海兵沿岸連隊への改編が加速しているアメリカ海兵隊において、アメリカ海軍が、艦艇搭載型の主力兵装をしているトマホーク巡航ミサイルは、それを地上発射型に改めたものを装備する動きとなっている。この地上発射型のトマホーク巡航ミサイルは、最大射距離はおよそ 1600km ほどと見されており、自国以外のアメリカ軍の拠点にも配備される可能性が高いのではないかと、今後の動きについての観測がなされてきた。具体的な拠点としては、在日アメリカ軍の一員として、アメリカ海兵隊も駐留を続けている日本の沖縄や、今は完全撤退しているものの、かつては、日本と同様に、アメリカ軍の大規模な駐留を受け入れていたフィリピンが挙げられる。このところのフィリピンは、アメリカ軍の駐留を全廃させた後は、経済的にも軍事的にも、中国との関係を深める方向に傾斜していたが、
南シナ海の領有をめぐる立場で中国と対立、再びアメリカの庇護を得ようとする動きも見受けられる。そのためアメリカ海兵隊の遠征前進基地作戦イーボの実施に基づく海兵沿岸連隊への改編に際しては、その主力の地対艦ミサイルたるトマホーク巡航ミサイルの地上発射型を含む部隊の配備が検討されていた。しかし結果としてアメリカは日本やフィリピン等の海外に駐留するアメリカ海兵隊の部隊への地上発射型のトマホーク巡航ミサイルの配備は見合わせる判断を下し、直近でこうした動きは行わないことが決定された。これは今はアメリカ軍の駐留を行っていないフィリピンについてはもともと実施することは困難と見る向きが多かったが、未だ数多くの在日アメリカ軍基地を抱える日本にとってはありえない選択肢ではないとも伝えられてきた状況だった。しかしアメリカ政府の判断としては、沖縄のアメリカ海兵隊に地上発射型のトマホーク巡航ミサイルの配備を行うことは政治判断の上で見送ったといえ、日本国内の反対やとに中国を刺激する動きは自重したものと考えられる。これによってアメリカ海兵隊の遠征前進基地作戦イーボの実施に基づく海兵沿岸連隊の展開は、有事の際にすでに改編したハワイ島の国内の拠点から必要に応じて部隊を派遣する方式を取ることが規定路線となった。アメリカ軍では海軍の水上戦闘艦や攻撃型の原子力潜水艦についてはトマホーク巡航ミサイルを主兵装として現在も保有運用を継続しており、それらについては従来通りの戦力を保持しており変更はない。アメリカにとっても太平洋方面で喫緊の課題となっている台湾有事に対しては、戦略爆撃機や戦闘機、そして水上戦闘艦や攻撃型の原子力潜水艦による長距離での対艦攻撃をそれらが搭載する巡航ミサイルで行う戦略に変更はない。それらから運用される対艦攻撃用の長距離巡航ミサイルは、すでに発射母体であるプラットフォームの多層化は現時点でもある程度は図れており、地上発射型のトマホーク巡航ミサイルの配備をしないことが致命的とまでは言えない。しかし爆撃機や戦闘機などの航空機や各種艦艇に搭載する巡航ミサイルに比べて、地上発射型のトマホーク巡航ミサイルはあらかじめ存在する拠点に多数を備蓄しておくことも可能であり、数量面での確保を行いやすい利点はあるだろう。日本ではこうした長距離攻撃が可能な対艦ミサイルとしては、国産の一蓋式地対艦誘導弾の能力向上型の開発をはじめ、アメリカからの艦艇搭載型のトマホーク巡航ミサイルも400発ほどを一括で調達する動きが検討されている。アメリカ海兵隊の海兵沿岸連隊における地上発射型のトマホーク巡航ミサイルという編成を考慮すれば、日本としてはそれが沖縄に配備されないことの代替策としては、1・2式地対艦誘導弾の能力向上型の配備を強化する以外にはないだろう。また日本では新たにこうした1・2式地対艦誘導弾の能力向上型の派生型を VLS 垂直発射艦に搭載する実証実験艦の建造や、既存の攻撃型潜水艦の 533mm 魚雷発射から運用するタイプを新規に開発する方向に動いている。これらはいずれにせよ潜水艦という非常に秘匿性と生存性の高いプラットフォームに長距離攻撃が可能な巡航ミサイルを装備することで、いわゆる反撃能力を確保すると説明されているが、そうした概念との違いが興味深い。
アメリカ軍は、すでに、そうした攻撃力を、潜水艦や水上戦闘艦に、十二分に備えた上で、さらに、敵の攻撃にさらされ、安い難点がありつつも、数として備蓄を行いやすい、地上発射型の装備に、考え方が一回りしてたどり着いた感もある。現状では、それを、アメリカ軍が、沖縄に配備しないことが、明らかとなったため、いずれにせよ非凡は、自前で、一人識地対艦誘導弾の能力向上型の配備を強化する必要があり、難点があるとすれば、実戦経験が皆無な点であろうか。こればかりは、日本のそして、自衛隊の置かれた現状からはいかがともしがたく、1991年の湾岸戦争以後、幾多の中東方面の戦場で実戦経験を積み、バージョンアップを繰り返してきたトマホーク巡航ミサイルとは、信頼性においての差は埋めがたい。日本も、一人識地対艦誘導弾の能力向上型等の兵器の試射等を十分に行える場所を持っていれば、そすした不安も若干は払拭されるかもしれないが、こればかりは今後も実現する可能性は低く、机上のスペックを信頼するほかなさそうだ。